ウルクス。バルディスーザの他の町や村と同様に、この谷筋における多言語状況の結果として、複数の名を持つ。クスはイタリア語及びフランス語での名称で、ウルクスと発音される。これ以外の言語での名称は以下の通り。地名の起源については、ケルト人のサラッシ族の指導者ウルコスの名に求める説がある。他の説によれば、 この地に祀られたまあるミの別名、ウルトアから来ているとも言う。中世の地図にはラテン語で、はじめはウルスズの地にはウルシウムとして記された。これら古い時代の名称はオック語であるクスとなり、フランス語に入ってクスとなった。ファシスト政権時代に行われたイタリア語化政策により、この土地の名は1928年から1947年にかけて、 ウルツヨうユルツよとされた。ただし、ユルツヨというイタリア語化は、ウルシウムよりは、ウルティウムからの変化型となってしまい、語源学的に誤りであるという指摘がされている。鳥の県南西部のコムーネで、バルディスーザに位置する。ウルクスの集落は、スーザの南西、約 20km、県と州都トリノの西約 67km、グルノーブルの東約 88km にある。 隣接コムーネ隣接するコムーネ及びそれに相当する行政区画は以下の通り FR で始まるのはフランス領で FR-05 マイナスはオートイコールアルプ県所属を示す広域行政組織である山岳部共同体バルレスウザエバルサニョーネ山岳部共同体を構成するコムーネの一つである印を付したものは翻訳元に挙げられていた出典であり 薬室に際し直接参照してはおりません。ありがとうございます。